皆さんこんこにちは佐佐藤藤大輔ですすのラジオ第58回よろししくお願いします今回は、まあ、グランパスのお話です。昨日の試合の結果を受けて何個か報道が出ているのでそれについて話をしようかなと思います。まずスポニチ今日の7月21日午前5時半配信の記事、ネットの記事ですね。 えーと名古屋9戦未勝利、風間監督解任も、後任にベンゲル氏ら、浮上。で、本文一部抜粋すると、名古屋の風間彌弘監督が解任される可能性が高いことが20日分かった。複数の関係者によると、後任はアーセン・ベンゲル氏、マッシモ・フィッカ・デンティ氏の名前が浮上していると。ただ一方で、これは昨日の記事ですね、日刊スポーツ。 7月20日23時7分配信、名古屋9戦ぶり白星逃すも、社長は風間監督続投明言というところですね、まあ、割れているというところで、どうなるのかっていうところ、ただ、スポニチはね、風間監督の解任の可能性が高いとまで報じているので、まあ、ただ、試合後、あの社長は続投明言、まあ、 社長は、うん、続投っていう考えなんでしょうね、昨年の流れを見ていても、社長がこの程度で風間監督を切るっていうのは分か,り分からないなって、そういうことは可能性としては低いのかなと思うんですけど、ただ、スポンサーの意向っていうのがあるので、おそらく社長の気持ちだけではどうもならんっていうところもあるのかなと。 いいう,うに思いますねまあそうなると社長も交代なのかなというふうに思うんですけれどもまあただどうなるのかまだあの確定情報は何もない状況でっていうところですねで改めてグランパスのここ最近の状況を見るとまあ急戦勝てていないので監督交代の話が出るっていうのは当然ではありますよねまあ要はこういうのは会議派がちょっと情報を流したりしてっていうところも水面下の動きとしてあるのかもしれないですけれども このシーズンで言うと、J リーグ、リーグ戦、第11節までは、7勝2敗2分け、非常にいいペースで勝ち点を積んでいたんですけれども、第12節、これフロンターレ戦かなフロンターレ戦で引き分けて以降、昨日の初、第20節まで、6敗3分けと、うん。 で、リーグ戦は5月12日以降勝ちなしということでもうかなり2ヶ月以上勝ちないということでまあ、ひどい状況ですよね。でグランパスは強化費予算っていうことはもう上から数えた方が早いというかかなり上位の方だと思うので費用対効果っていうところで言ってもかなり悪いということまあお金があれば勝てるっていうわけではないんでしょうけどお金を出してる方からするとこの結果はっていうこと。 は当然でですよねでまあ、最近は丸山選手だったり米本選手主力の怪我もあってあの出場選手だったりフォーメーションだったりが毎回変わったり戦術もちょっと変わったりっていうのがあるんですけれどもまあ、そうではなくてそのいわゆるグランパスのサッカーというものが対策がされ始めてそれに対する対応が全くできていないっていうところが。 大きなな問題なんでしょうね全く対策をしてないわけじゃないんでしょうけどもう結果に表れていないっていうところで、まあ、我々は結果を見てあのごちゃごちゃ喋るしかないので結果を見るとやっぱりその対策はひょっとしたらしようとしてるのかもしれないですけどうまくいってないまっ、あ、く対策してないとは思えない思いたくないですけど、まあ、要は相手の対策を上回る対策ができていない結果が出てないっていうところですよね。 で、まあ、端的にどういうことになっているのかっていうと、まあ、素人がごちゃごちゃ喋っても、うん、しょうがないのかなと思いますけれども、まあ、相手からするとグランパスがディフェンスラインからビルドアップするときはもう人数かけてプレッシャーをかけましょうとで、ボランチ、特に清水選手に渡るコースは切りながらディフェンダーにプレスをかけると。 ででで追いい込んでいくとでグランパスは基本的にはロングボールを蹴ってこないので安心して人数をかけてプレスをかけれると裏を取られるリスクは少ないとでプレスでボールが取れればそこからカウンターですしもし仮にプレスでボールを取れなくてもまずゴールキーパーまで下げさせてしまうとそうするとランゲラック選手は基本的に蹴るのででそのボールを回収すると後ろで回収をするとで さらにあのプレスを万が一かわされてもグランパスの攻撃おそらくそこからスピードアップそんなにしないのでグランパスがパス交換をしているうちにリトリート基準できてしまうので基準をしましょうと基準をして押し込まれたとしてもグランパスゴール前に多くの選手入ってくるのであの守備ジ側もゴール前に多く選手を配置してで基本的にグランパスは最後の パスとしてボランチなりあのアタッキングサードの辺りからゴール前に足元のパスを基本的には狙ってくるのでそれを狙うとでそこでボールを引っ掛けてしまえばもうディフェンスラインの裏にあの足の速いフォワードを走らせるとでもう一気に大チャンスっていうようなパターンになってるような気がします。でその 本当はその過程に至る中でいろいろ戦術的なやり取りはあるのかもしれないですけれども端的に言うとそういう流れになっているんじゃないのかなと思いますでこれである程度グランパスの対策はできてしまうと失点も防げて得点のチャンスも生まれるとまあ、うん、何回も言ってますけどここまで本当は単純じゃないんでしょうけど結果としてそういうふうになっているということなので,で昨シーズンも8連敗を含む15試合勝ちなしの時期があったと。 で、今シーズンもあのあの昨日の試合を含めて9試合勝ちなしでまだ勝ちなしは継続中とで、まあ昨シーズンと今シーズンはメンバーも違うので単純な比較はできないんですけれどもここまであの毎シーズンそういうことが起きるとうん、やっぱり監督のね、立て直し能力っていうところに疑問符がついてしまううまくいってるときはいいんだけどそれがうまくいかなかったときにどうするのかっていうところの疑問符がつくのは当然かなと。 その基本的なやり方を変える必要はないとは思うんですけどちょっと引き出しの少なさっていうのが気になるっていうところですよねだから A プランがダメなら、まあ、B、C プランを用意すればいいんですけど、まあ、B、C といかないにしろ A ダッシュというかあの少し変えるそのしっかりとねビルドアップをして人数をかけて崩すっていうことが基本な戦術だと思うのでいきなりそれを剣士速攻みたいにしろって言っても難しいとは思うのでただねやっぱり 相手のあるスポーツなので相手の狙いを消したり相手の弱点をついたりすることも必要だと思うんですね毎試合やる相手変わってますからグランパスだけ同じことをやっていてもっていうところはありますよねでやっぱりあと試合の中1試合の中でもその圧力を今強めてあの攻撃に力を入れる時なのか少し守備的に戦うのかとか試合中の緩急あの早い スピかかかかうう、ね、まあちょっと同じようなリズムペースで勝ってようが負けてようが前半の頭であろうが後半の最後の方であろうが同じようなペースでどうしてもやってるように見えてしまうっていうところであのなかなかその辺の緩急っていうのもうまくないのかなと思いますね。で やっぱり、うん、サッカーはね、相手のあるスポーツで、相手もやること変わってくるので、グランパスが、相手にかかわらず、常に同じサッカーをして、同じペースをして、勝っていくっていうことは、難しいと思います。あの正直、グランパスはそこまで J の中で突き抜けたチームではないので、 まあ、そこを目指してるんでしょうけれどもそれはその現実的な目標ではなくても究極の目標というかもう夢と言ってもいいようなレベルまずはあのステップを一個一個ん上がっていって最終的にっていうところだからまあリーグ優勝も当然のように重ねて毎年優勝争いが当然っていうのはレベルに行ってから初めてその目標もう要は相手とは関係なしでも常にボールを保持して勝っていくんだっていうところは究極の目標だと思うので。 そこを一足飛びで目指してもやっぱりこういうことになってしまうのかなっていうふうには思いますね。でまあ監督交代するかどうかっていうのはあのフロントチームスポンサーの意向あ,のあると思うので今の状態ではわからないですけれどもまあネームバリューだけで選ぶのはちょっとやめてほしいなと思いますよね。そののの過去のグランパスの うんなんかあの歴史を見てもなんかスポンサーの意向なのか会社の意向なのかよくわからないですけれどもなんかフロントがうまくいってなくてとりあえず名前で呼んできてうまくいかなかったっていうようなことも多々あったと思いますしうんやっぱり継続性っていうものも重視してほしい風間監督がこの3年間で積み重ねてきたっていうことは間違いなくあると思うのでで。 あのー、入場者数が増えたりね昨日も4万2千ぐらい以上入ってたんですがねあのそういうフロントの努力っていうのもあるはあるのでやっぱりうまくいってる部分はなんとか継続してやれたらなっていうふうには思いますねでまあ監督を交代するのであれ継続するのであれファンサポーターはねグランパスというチームを応援しているのでグランパスのチームの勝利のために 何が一番かっていうことを考えてあの、うん、判断をしてほしいなと思います何はともあれとにかく早く勝ってほしいっていうのがファンサポーターの素直な気持ちかなっていうふうに思いますあのね簡単に応援してるチームは変えられない簡単にというか基本的には変えられないのでねもうどういう判断しようが文句は言うんですけど応援せざるを得ないと応援せざるを得ないという言い方はあれですけど応援をするっていうことなのでねあのいい。 方向向ににチームが向かってもらえるといいなというふうに思いなう思まますで、まあ、ちょっと監督交代の話からはあのずれるんですけれども昨日の試合後の監督のコメント全、まあ、文を通して見たわけではないんですけどちょっと気になるコメントがあってあの昨日の試合後、まあ、9試合勝ちなしということでそこに当然質問も及ぶと。 そうなった時にまあ風間監督はまあ、そういうものに一喜一憂するつもりはありませんというふうにおっしゃったと。でこれ去年の連敗中の時にも監督はおっしゃってましたね。その私は去年もそれ非常に気になってましてそのまあ そのなんてんていうですかね全体の言葉のニュアンスとかもあるでしょうしその言葉尻だけを捉えてなんか言うっていうのはあんまり好きじゃないのでその、うん、なんていうんですかねその言葉だけを見てい言いたくはないんですけれどもただちょっと、うん、そのは昨日の発言去年の発言っていうのはやっぱり非常に違和感を覚えていてそのなんていうんですかね あの連勝してる時にそれを言うのは非常によくわかるんですよ連勝が重なっていてもまあ一騎一遊せずに目の前の試合に集中してやってきますよっていうそのチームの緩んだ空気とかをね締めるために言うっていうのはわかるんですけどもその勝ててない時期に一騎一遊しないって指揮官が言うっていうのはこれは違うと思うんですよねそのチームの指揮官としてリーグ戦の一杯っていうのを重く捉えてほしいなってまあ重く捉えてる かもしれないですけどそういうこと言われちゃうとちょっとやっぱりうーんどうなんだろうっていう連敗してるからとかではなくてやっぱいっぱいたかがいっぱいでもやっぱりリーグ戦の一杯いっていうのは重いと思うのであのいっぱいしたことは十分に憂いてほしいんですよ一喜一憂しないなんて言わないでほしい負けた試合の時にそのましてやこんだけ連敗というか勝ちが続いてない時に一喜一憂しないっていうとじゃあ 何を目指してサッカーをしてるんだっていうふうに思っちゃいますのでそのじゃあ監督はリーグ戦の勝ち負けを重視してないんですかと軽視してるんですかとその自分たちのサッカーができれば勝ち負けは関係ないんですかっていうようなところに思ってしまうまあ当然監督は勝利を目指してやってるからそんなことはないんでしょうけどうんその負けが混んでた時にこういうことを言うっていうのは ちょっっとどううななんだろうなってその監督もあの監督やる前はメディアによく出てあの解説とかあの解説だけではなくてあの毎週スポールとかなんかであのレギュラーでやっててメディアに出ることメディアでの発信の仕方言葉の発信の仕方っていう重みっていうのは十分理解されてると思うのでそ,のそんなな言いい方はしてほしてくないあの結構風間監督なんていうんですかね あの記者の方に対しての質問に対して正面から答えないというかあの我々はそんな考え方してませんよみたいなことを結構おっしゃるんでそれはそれでまあいいんですけどちょっとそういう発言勝ち負けに対して一喜一憂しない特に負けてる状態に言うっていうのはこれは違うと思いますファンサポーターの気持ちを逆なでするだけだと思うので。 うん、あの、私は違うと思います、非常に気になりました、も,うもっと勝ちにこだわってほしいし、負けたことをもっと憂いてほしい、ここまで勝ててないんだから、あのうんっていう風に思っちゃいます、で、結果、毎試合、その対策がなされてないような試合を見,見せられると、本当に一喜一憂してないのかなと、うん、どうなんだろうっていう、その目標 ACL 圏内って言ってる割にそに、この現実は何なんだっていう風に思ってしまうので。 あの非常に気になりました強いい違和感を覚えましたねはい、今回は風間監督の解任論というか解任に関する記事が出たのでそこに関するお話と、まあ、監督のコメント、まあ、言葉尻を捉えるようなことなのかもしれないですけれどもやっぱり、うん、あのファンサポーターは監督の一言一句っていうのは非常に あの気にするので、もう少し、うん、なんだろうな、あのファンサポーターに気を使えっていう話ではないですけれども、あの、うん、もう少し、うん、考えて発言してもらいたいなっていう気になるところがあったので、そこについてお話をしてきました。はい、そんなところで、佐藤のラジオ第58回、今回はこのあたりで失礼したいと思いままます最後まででごご視聴いいいたたただきありがとうございまししそれでは失礼いたします。